さあ改めてここで放送席ご紹介しましょう。佐藤義弘さん、そしてゆうちゃみさんを迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ佐藤さん、ジョブトーンが階級下げてきました、はい、ねえ、よりキレが増すと思いますよ、うん、そうですよね、はい、70の時よりね。そうですね。でゆうちゃみさん、はい、アニンタがここまで10戦9勝1敗できてます。そうですね、前回の試合でもすごい活躍見せていただいたの で、ね、楽しみですね、まあ、対抗戦というね、重圧も乗り越えてきましたからね、はい、うん、まあ、僕は試合をするたびに強くなる、そう語るのがアニンタアリです。まあ、佐藤さん、本当に戦績でいうと25倍あるんですよね、ジョブトーンがアニンタの。そうですね、もう信じられないですね。本当ですね。でもそれだけにここを乗り越えればっていうところですね。さあ注目しましょう、まあ、グリーンのトランクス、右足前のサウスポーの構えがジョムトーンです。ムエタイの生ける伝説、対するがこれが11戦目になりますアニンタアリです。まあ、日本とガーナのハーフの選手でもあります。ゆうちゃみさん、でも本当にしなやかですね。もう見た目のスタイルもそうですけど。そうですね、スタイル抜群です ね、顔が小さい、184センチのアリンターリインローです。まあ、佐藤さん、もちろん初めて戦うこのタイプでしょうね、アニンタにとっては。もうね、だと思いますよ。この本当のタイ人のムエタイのトップどころの選手の間合いだとか威力とかタイミングとかもすごいので、うん、まあ、アニンタ選手はどれだけジョムトーン選手の、ね、対抗インローです、うん、まあ、まさに一つこう試練の戦いになります。ゆうちゃみさん、ですからその、はい、伝説が伝説のままなのか、それを食らって上に登るのかですもんね。そうですね、まあ、どっちも今日ジョムトーン選手結構積極的ですね、1ラウンド目から前に出ています。全然見てない。あ、なるほど、相手の出方も見ずに自分から。そうですね、自分から詰めていってますよ。左短いパンチ、膝はうまく入れ替わったアニンタアリ。左ミドルキックでした、ボディです。本当佐藤さんおっしゃるように前出ますね、ジョムトーンが。左フック、まあ、リーチ長いのはもちろんアニンタアリです。ハイキック、これはスウェイバック。左ミドルキック、これムエタイならではです。ここまでのテクニックを持っているジョムトーン相手にこの遠めの距離からミドルキック打っても結構かわされちゃうので、アニータはこの出す技を少しずつ考えた方がいいですね、うん、いきなりミドルいっちゃうんじゃなくて。なるほど、このミドルの打ち合いという攻防はもうそれこそ250何戦やってるわけですね。なかなかね、厳しいと思うんですよね、うん、左ミドル、これです。もう一つ来た。さあアニータ、これをどう対処するかですね。左いきなり入れてきた、今度顔面だった、もらった、ボディだ。今度は一つ右を刺しましたが、プレスは受けてます。そうそう、出せば当たりますからね、うん、今セコンドからは足元から崩していこうとアニンタに指示が飛びます。いいミドル、これ一番強いところで受けてるんで、避けたいですね、この距離で受けるのは、うん、今度はハイキック返していくアニンタアリです。これはこの受け方危ないですよ。この受け方危ない。どう危ないんですか。そのまま腕にもろ効いちゃいますし、反撃も一切できないんですよ、あの体勢だと。ゆうちゃみさん、右腕を殺しにかかってるんですね。これこの受け方危ないですね。腕潰れちゃいますよ。フォア前に出られるか。右のハイキック出してくる。右腕がもうかなり真っ赤になっているのがアリンタアリです。下がりながら受けるともうほぼ返せないですからね。なるほど。左のパンチも面白いタイミングで打ってきました。さあ佐藤さん、ジョムトーン、はい、どうでしょう。もう抜群の左ミドルのタイミング、威力でしたね。スピードはそこまで乗ってないですけど、はい、もうタイミングと威力が抜群ですね。もうアニンタの右腕は結構きついと思いますよ。あ、そうですか。いや、ゆうちゃみさん、本当に場数がね、はい、経験が違う2人ですからね。そうですね、第1ラウンドジョムトーン選手がなんか設定な気がしたんですけど、今アニンタ選手って結構ジョムトーン選手見てたって感じなんですか。見てたっていうよりも結構押されてましたね。もうどっかでリズム変えないと、はい、下がりながらミドルを受けるのは結構きついですね。1ミリでもいいから前に出ないと技って変えらないんですよ。前に出た方がいい。そうですね、ミット受けるときってこうやって受けるんですよ。あんまり前に出すぎずに一番強いところで受けるような受け方してるんで、前を少しでも詰めればそのダメージが変わるわけですね。はい、潰れるんで。なるほど。
さあ第2ラウンドが始まりました。これアニンターリはジョムトーンの心地よい戦いをさせたくないところです。そうですね、そうまさにそう、嫌な戦いをしたい。左これですね、これ下がるともらってしまう。左フック、ジョムトーンが嫌がる戦いをしたい。うん、でもゆうちゃみさん出てきますもんね、ジョムトーンが。そうですね、ジョムトーンの嫌がるって何なんですか。あのもう一緒にもうあえて前出ちゃうとか、うん、ジョムトーン今安心して前出てるんで、ここでもうアニンタも一緒に前出ちゃってお互い潰し合うっていうのも一つの手です。アニンタ若いし体力もあるし、うんうん、うわここもインドからパンチにつなげます。まあ、前回スーパーウェルター級の王者輪島にチャレンジしました。ジョムトーン敗れています。ローキックを効かされました。そして階級この一つ下ウェルターに転向してきます。佐藤さん、でも最初上から3つっていうのちょっと舐めてるのかなって言ってますよね。そうなんですよね。だからスーパーウェルターもちょっと失敗 してしまいましたけど、まあ、そもそもタイトル挑戦できるってこと自体がすごいですよ ね。この階級の選手が。確かに、だからもうこうやってウェルターに落としてきたから、うん、あのよりキレも戻ってきてると思いますね。いや、ゆうちゃみさん本気度が伺えますよね、ジョムトーンの。そうですね、もう前に前に攻撃してるんで、アニンタ選手も早く前に、わあ、ここも右もらってますね、右の腕のところにミドル。ゆうちゃみさん相当赤いですよね。そうですね、腕が赤くてパンパンになってきましたね。こう右のパンチが出せなくなってきています、いわゆる右腕を壊されています。佐藤さん、やっぱりセコンドからも自分から行こうって声飛んでますもんね。そうですね、でももう右腕はもう多分効かないですね、うまく。もう違う技で行くしかないですね。うわー、またもらった。アニンタリ、まあ、これが11戦目になります。もうしかし初めて食らうこの腕はもう曲げ伸ばしできないぐらいの痛みだと思いますよ。そうですか、でも右パンチ出せず蹴りに変えました。ちょっと強い蹴りがありません。意図されるような攻撃が見えなくなっているアニンタ、またもらった。うわー、これもそうだ。ちょっとゆうちゃみさん攻撃出せないですもんね、アニンタ。ここからどう巻き返すのかっていうところがポイントですよね。何か果たしてあるのか、切り返す攻撃がきっかけが。左またもらいました。左ミドルキックに向けて入れています。このミドルキックのタイミングをもういかに殺すか、もうかわすんじゃなくてもう前に出ながら、ここで始めました。前にじゃないとジョムトーンを疲れさせることもできないですよ。まあ、上段の変則的な蹴りも出しますが、左ミドルキックまた食らった。まあ、ジョムトーンの足の外側外側に回ろうとはしています今アニンタ。まあ、自分より技術レベルが高い手に勝つにはまず相手を疲れさせて、その正確なコンピューターを狂わせなきゃいけないし。そうですよね、今まだジョムトーンのコンピューターは狂ってないですね。なるほど、アイキック。うわ、また返すけどもガードをしているところ腕を潰されにかかります。ここで第2ラウンド終了で、ちょっとゆうちゃみさん、はい、ちょっとこうアニンタが出口が見えないですよね。そうですね、厳しい状況にはなってきましたね。まあ、途中終盤にこう前に出るっていう動きはありましたが、このパディソーンがセコンドついています。さあ、この後またハイライトの先ほどのラウンドの映像も出ると思いますが、佐藤さん、はい、ここもジョムトーンが自分の戦いやってたっていう。そうですね、あの前とかは もう完全にジョムトーンの前でしたね。うん、前に出ていたのもジョムトーンでしたね。そうですよね、ジョムトーン、これが256試合目になります。この蹴りです。佐藤さん、改めてこうムエタイ界の中でも特別な人ですよね。まあ、そうですね、もうあの僕が現役の時からジョムトーンの名前はもうもちろん知ってたんで、トップファイターとして。そして皆さんご存知の国際式ボクシング、いわゆるボクシングで、あのノックアウトダーナマイと内山隆さんのタイトルに挑んでいるという、ボクシングでも世界戦を経験しているこの人、ジョムトーン・ストライカー・ジム。さあ、何か起死回生の攻撃があるかどうか、アニンタ・アリ。うわ、またミドルキック、今度腹にもらった。インドを叩き返していきます、アニンタ。アニンタが前に出たい。いつの間にかコーナーに追い込まれてきます。ミドル、インローでもいいよ、そんなアニンタサイドの指示です。まあ、この人には一撃必殺のフライングハイキックであったり、こう飛び道具があります。そうですね、もうこの飛び道具に、ね、あの一つ起死回生で頼るしかないのかなってのありますね。そういう展開ですか。でもゆうちゃみさん、それ期待したいですね。ジャンプして膝蹴りとかありますからね。そうですね、まだ技というかテクニックはまだ見れてないかな。うん、
まあ、ドムトンがこう調子良くて前に出てるだけにそのチャンスはあるか。しかし腹にもらった顔面が沈んだ。最初ダウンを奪ったのが左のストレートでした。アニッターリ右の上腕はもう紫色になっています。なんとかファイティングポーズ、アニンタ取り返すぞの声がありますが、ここはスウェイバック間合いを取られます。左ミドル、あのムエタイの生ける伝説ジョムトーンがスーパーウェルター級の王座に挑んで敗れました。そこでさらに本気になって一つ階級下げてこの K1 挑んできています。立ちはだかるのはアニンタアリ。しかしここまでペースはジョムトーン。さあ中央取りましたよリング。ジョムトーンが倒しに来るとその隙でチャンスがあるか。いやジョムトーンも倒しに行かないでしょうね。そうでしょうね、はい、もうがっつりもうこうなると厳しいですよ。ムエタイは守られると流されるとなかなか。でももうジョムトーン勝ってるんで。そうですよね。佐藤さん、ムエタイの試合自体がそういう流れですもんね、最終ラウンドはこう流す有利だと、はい、無理をしないという、まあ、ムエタイは負けてる方も流しますからね。確かに、はい、勝負が分かっちゃう、手を出しに行かないですか、はい、まあ、しかしここは K のリング K1 です。ジョムトーンもこの階級の王者を目指すのであれば出てきてほしい場面でもあります。するとアニンタでこの膝もあります。ボディーストレート。まあ、K1 もねエンタメと同時に勝負でもありますからね、まあ、勝ってる方がしっかり守りを固めるっていうのも僕はまあ一つありだと思います。確かに。左ストレート、見事目線を下げてから左ストレートだった。さあ残りが20秒です。これパンチも強いですね。強いですね。これはワンツー左ストレート。184センチの長身アリンタ、175センチのジョムトーン。しかし完全に間合いも制しているのがジョムトーン。ストライカージム、これがジョムトーン。ウェルター級転向初戦です K1。その瞬間拳を合わせることもなく頭を深々と下げ腰を下ろすのがアニンタ。ゆうちゃみさん、まずまあ勝敗は別にしてどういう印象でした、はい、いやジョムトーン選手のパンチも蹴りも強すぎるっていう威力が、ね、いやこれが伝説256戦目の選手の戦いでした。ゆうちゃみさん顔を上げられないですもんね、はい、アニンタが。そうですね、もうちょっといけたのかなって思ってるんですかね。多分やりたいことが何もできなかったっていう気持ちが大きいんじゃないですかね。もっとやれたはずなんだけど、ま、何もできなかった。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ岡田30対26、赤ジョブトーン1人目30対26、ジャッジ豊永30対27、赤ジョブトーン。ジャッジ山根30対26、赤ジョブトーン。ジョムトーンストライカージム判定3対0です。スーパーウェルターからウェルター転向初戦アニンタアリを圧倒しました。完封してまたこのタイトル転戦にこの人が名乗りを上げてきました。ちなみにこの階級の K1 王者現在は野入正明です。さあまずは下がりますけどもゆうちゃみさん、はい、アニンタアリすごい経験しましたね。そうですね、でもこの経験から次の試合に生かして行ってくれたらいいのかなって思いますね。競技者としてこんな悔しい負け方はないですよ。だからマニンタめちゃくちゃ悔しいと思うんですよ。まあ、ここで、もう何か諦めてしまうか、でもいやもう一回ジョブトンのとこまでやるぞって奮起するか、僕は後者を期待したいですけど ね。アニンタのポテンシャルを見てますから、はい。まあ、確かにノイリに圧倒された戦いからまた復活して、はい、クラッシュのベルトも巻いてこの場所にやってきたアニンタですからね。そうです、はい、ジョブトンは間違いなくチャンピオンクラスだから、ね、まずはこうやってトップの厳しさを知ってそこからどう立ち上がっていくか、はい。まあね、今ノイリ選手がこう一つ上の階級ターゲットかなって感じになってるだけに、いや僕技術レベルで言ったら僕はノイリーより勝ってるんじゃないかと思いますよ、ジョムトーンは、はい、強さは別として。なるほど、うまさは。さあジョムトーンストライカージムがアニンタリをまさに完封してみせました。ちょっとでも足は痛めたようですね、うん、
まあ、左ミドルを本当に何ダース蹴ってたんだっていう、あんだけ蹴ればね、痛めますよ ね、 ね。ここでやはりその存在感を見せつけましたジョムトーンストライカージム。休憩